学歴ないからそこでなんかこんなんやったら、この3つ目のスライドで作ってくださったんだ。はい、私が こんにちは、中村海です。なんか今日駿台アイリーさんの、まあ、誰が来るのか分かんないけど2人ぐらい僕ん家に来るそうです。果たして僕の動画に需要があるのでしょうか。一日密着頑張っていきたいと思います。もうそろそろ来るそうなんですけど、僕本当に今日何するか分かんなくて。早っ。はーい。あ、押しなかった。おはよう。早くないですか。おはようございます。思ったしたら10分ぐらい早いんですよ。すいません、10分ぐらい良くないですか。入れてください。どうぞ。おはようございます。すいません、こんな朝早くからお邪魔してしまって。ようこそこんな汚い部屋へ。お邪魔します。はい。おお。でも結構積もってますよ。男子大学生にこんなのありますから。これね、SPI ウェブテストちゃんとやってますね。これなんですよ、めちゃくちゃおすすめです。ちょっとなんか少しでも有意義なものをご紹介しておきます。おー、進めてますかちゃんと。いや最近は、いややってないんですよ。でもサマーインターンのエントリーするときとかはこれやったら結構、うん、なんかみんながしてるような企業さんにももらえたので。お、いい情報ですね。ぜひ皆様もこれお使いくださいと。まだありますね。トイックも勉強してるんですか。トイック、そうですね、今のうちに届くかと。まあ、学歴ないからそこでなんかこんなんやったらちょっと武器になるんじゃないかと思って。偉い。じゃあ今日はあの道日密着をさせていただくということで、今日の予定をざっとお聞きしても大丈夫ですか。はい、これから10時からOB訪問あるので、うん、その1時間ほどこちらで行かせていただきます。はい、うん、その後にそのインターンの打ち合わせみたいなものを、うんうんうん、また1時間ぐらいしてから、はい、ランチ行って、まあ、ちょっと勉強してから、そうですね、また旬ダイアリーさんの動画に出演させていただこうと思っております。はい、よろしくお願いします。もうちょっとで OB 訪問始まっちゃいますね。そうですよ。では OB 訪問頑張ってください。頑張ります。あ、こんにちは。こんにちは。あ、聞こえますか。あ、ありがとうございます。はいはいはい。あ、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。はい。あ、ありがとうございます。はい、東京農業大学3回生の中村海と申します。はい、本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あ、じゃあ、はい、はい、ありがとうございます。あ、じゃあ、はい、貴重なお時間、はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、お疲れ様です。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 で、この後はどうするんですか。はい、この後はあれですね、インターンの打ち合わせみたいなものがあるので、うんうんうん、それをそれですね、はい、うん、すぐ始まりますか。いや、ちょっと休憩しますね。なんか10分程度。了解です。じゃあ休憩してください。いるんですね。ずっといるんですね。もう休憩できないですよ、そんなところだったら。最近は、あの、会計チームに入ってます。操作系をね、ごちゃに入れてたらいいの。時間大丈夫。やべえよ。腹すぎちゃったね。やるわ。始まりますよね。始まりますよ。すいません、ありがとうございました。え、どうしちゃった。休憩なのにごめんなさい。いいよ、いいよ。いや、俺もなんかさ、人と就活の話するのさ、ないから、あんまり経験が。うんうん、よかったわ、しゅんさんも自分と慣れて。この3つ目のスライドって作ってくださったの誰ですか。あとこのアンケートとかも結構めっちゃ使いたいですよね。なんかせっかくこのアンケートで新しく分かったんで、このアンケートをなんかどうにか組み込めないかな。はい、じゃあ今日こんな感じで。はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ今度の、はい、インターンも頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。失礼します。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。疲れました。短期インターン。短期、そう、あのなんか3 days、 3 days の短期ですよね。
次でサマーインターンだね。そうそう、てかなんかそのサマーインターンでなんか一番なんか有益だなと思ったのが、自分がそのES だったりウェブテストだったり何ができないのかっていうのがちゃんと明確化できたっていうのが一番いいから、うん、そのエントリーなんかの受かったってことよりもエントリーするのが一番大事だったから、ね、うんうんうん、確かに確かに面接とかもそうだし、確かにね、それが一番醍醐味なんじゃないですか、うん、そのインターン分かんないじゃない。楽しかったインターン。インターン楽しいものあるよ。うん、ああ楽しくないのもあると、あっていうのもありがたいと。なるほど、まあ、ありがたいことに。じゃあ行きましょう、ランチ。いや、よし行きましょう。スーツ持ちましたか。スーツはねくしゃくしゃにして、大丈夫、クリーニングすればいいよよし行きましょう。はい行きましょう。いいですか。はい、失礼します。最近はどんな感じですか。最近はね、まあ、もっぱらインターンやって、OB 訪問もして、秋冬インターンのエントリー始まるから始めないとなと思ってる。なんかさ、でもやまない？もう まずやまないかもしんない。もしかしたらやんだことないかも。すごい。あ、もうね、疲れた時はね、とことんね、就活と関係ないことしてた。うん、例えば？もうなんかとりあえず友達とね、遊びまくったり、まあそれこそ部活とかサークルとかしてたから、うん、そっちに時間使ったりして、とにかく就活とは離れてやって、でいつかさあやんなきゃやばいって思う時来るから、その時に頑張ればいいと思って。実際さ、やる気ない時って本当にとことんやる気ないじゃん。いや何もやりたくないじゃん。そんな時にやったってさ、ろくなもんにならないんよ絶対。 ES とかもそうだし、だからもうとことんもうやる気出るまで何もしない。OB 訪問とかを始めてから結構俺ね、就活楽しいなと思うようになってきた。いろんな人のなんか生き方とか見れたり、この人はまあこういう考えを持ってだからこういう企業に行ってみたいなことをすごい連れてくからね、自分ってどういう生き方したいんだろうとか、もっとなんか、まあ、自分を客観視できるようになったというか、前なんかさ、お金が欲しいからお金重視で企業を選んでますみたいなことなんか動画で言ったような気がするんだけど、それこそお金じゃないなって最近思って、自分がどうすれば楽しく人生過ごせるかみたいなことをすごい考え出してから、それなんか明確になんか決まってきてるよ最近はね。じゃあカフェ到着しましたね、カイピーくん。やっとこさ。やっとこさ、はい、今から何するんですっけ。今からね、英語で勉強しようかなと思って。何ですか、トイックですか。トイック、そう。秋冬もインターンかなり申し込むんですか。いやでもね、サマーほどじゃないから絞ってインターンしようかな。じゃあ頑張ってください。突然なんですけど、バッグの中身みたいです全然関連性ないですけど、何持ってきてるんですか、見せてください。そうですね、はい、スーツがね、すごいことになってますよ。え、くしゃくしゃに。ちょっとスーツってこんなくしゃくしゃになって大丈夫なんですか。嘘でしょでスーツの他には何持ってきましたか。勉強道具、ね、日記帳、日記帳とか、なんか就活ノート。就活ノート、まあ本当になんか汚く、猫程度に行こうってなる、うん、すごいですね。僕のおすすめ、意外と少ないですね。本当は荷物少なく行きたいんですよ、うん、やる気出ないよね、スピアイ。でもなんかさ、溶けるようになったら楽しいね。あ、わかる。溶けるまではめっちゃつまんないよね、うん、スピアイ本当に落ちれば、ね、学歴とか関係ないなと思っちゃう。私も頑張ろう。唯一努力でどうにかなるんだから。え、スピアイってさ、対策本解くだけでさ、いける。マジでこれ一冊、マジで一周ぐらいすればまあなんとかなるし、うん、え、なんかめっちゃ頑張ってる。何週ぐらいしたの。いや俺まだね、そんなに何週もしない、うんうん、数学とかもう高校の頃以来やってないから分かんなくて、うん、こんがらがんないように頻繁にこうやってね、いろんなページに書いて、コインの場合は N 書いてあって、今日が B 回の時は NCP みたいな。すごい。じゃあ頑張ってください。はいよ。よし、お疲れ様です。お疲れ様です。では撮影に行きましょう。はい、行きますか。
今日本当に楽しみです。純粋に。頑張ろう。頑張ろう。はい、こちらでいいですか。はい、ここです。松田とかじゃないですよ。こういう背景。なぜメンバーに。こんにちは。じゃあ頑張りましょう。下の崩壊がいけるみたいな。いや、でもいい感じです。うん。いい感じ。もうそこだけ。頑張ることだな。はい。私が学生時代に頑張ったことと しましては、バイリンガルというバックグラウンドを。カディ君、今日帰るのには何かこの後予定があるんですか？そうですね、ちょっと今日はまたこれから OB の OB 訪問の方をさせていただくので、それに、帰らせていただきます。お疲れ様です。1日に2人って結構ハードですね。そうですか。結構2人ぐらいはまあまあありがちというか、まあこのシェフさんの動画を撮影してからの OB 訪問っていう方がなかなかレアで、うん、きついですね。きついですね。今日もこの後も頑張ってください。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあな。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。